うまっ、さすがうまっ、さすが。どうもおはようございます、まさにでございます。さあ今日はカップケーキちゃんとキャンプの朝でございますね。ちょっと2人で散歩して、後で朝食を作ってコーヒーでも飲みましょうか。まずは朝の散歩ですね。うわうわうわ、すごい。うわすごいね。すごいね。すごい。ということで、カップケーキちゃんが2日酔いから復活したんで朝ごはん作っていきます。今日はホットサンドですね、はい、まずバターをひきますね。で食パン、あ、ちょっと形が変わったはいで、ピザソース。これがね、うまいんすよね。あ、こぼれた。で、ロースハムいきますね。ロースハム。でレタスたっぷり、レタスたっぷり。でチーズたっぷり。すごいね。いや。うん、めっちゃう。で。ほら。ハムでまた。オイロース。蓋をして。すごいね。ピソースダブダブダブンダブンですよ。でこっち側にもバターね。オッケー。よいしょ、いきます、はいはい、あと焼くだけなんで少々お待ちを。はーい。ドゥイーンドゥイーンドゥイーンだね。ドゥイーン。バッバラーン。完璧なやつだ。あ、切るよ。あの瞬間がやってくる。フライングチーズだわこれは。ダバーン。ブチュー。美味しそう。なかなか食べさせてくれません。これは映えだ。いつ食べるんですか。待てや。ちょっと待てや。はい、どうぞ。お腹空いた。うん。急に。いただきます。きやー。うわー、伸びてる伸びてるよ伸びてるよ。うんうん、おいしい。最高だ。最高。うんうん、うまい。うわじゃあ、うまっ。さすが。うまっ。さすが。うん。うん。ピザソース最高。うん。うまっ。うん。うん、うん、うわー、うまっ。さあということでカレー高原キャンプ場、うん、最高でしたね。綺麗でしたね、はい、最高のキャンプ場でしたね。で今からまあお風呂行って、うん、まだ今日も軽井沢宿泊、今日はペンションに、軽井沢のペンションに泊まります、はい、らしいので、とりあえず、昨日からお風呂入ってないのでまずはお風呂に行きたいと思います、はい、サーということで見晴らしの湯さんに行ってまいりまして最高でしたね。露天風呂がとっても良かったね。お風呂も入ったので、今から本日の宿の方に、向かいたいと思います。まあ、ゆっくり行きましょうか。はい。はい、ということで、今日のお宿、メープルコート軽井沢さんに到着しました。和室でめちゃめちゃ落ち着く雰囲気ですね。なんかここは結構お料理が美味しいって、噂のお宿なので、今日のディナーはかなり楽しみですね。でちょっとまだね、時間あるので、まあ、ちょっと一旦お茶飲んで、で、ちょっとキャンプの余りの日本酒をいただきながらぼちぼち始めようかなと思います。もうおしゃれなんだけどすごいんだけどなんかすごいね。はい、もうおしゃれ、もうおしゃれぶちかましてます。お疲れ様でした。山3つ越えたから。1時間の山道。はい。はい、あります。じゃあ。乾杯しよう。うん。乾杯。キャビア乗ってますやん。うまそう。あんまそっからだいたいこっちから行くんじゃないの。あれちょっと間違えたよ。天然みたいなことになっちゃった。こっち行きたいんだけど、うん、かぶ美味しそう。出てこない。うまい。とにかくエビがうまい。そうだね。うん、信州味噌のポタージュ。どうですか。すっごい美味しいこれ。ね、うん。ポタージュ界ナンバーワン。これはちょっと。かなり上ですよね。美味しい。超うまい。美味しい。これは何なんだ。マグロのタリアータでございます。これはどうした。すごいソースが楽しみね。どんな味なんだろう、全然想像つかないね。うん、優しい優しい。うん、美味しそう。ありがとうございます。牛だって。信州プレミアム牛ステーキ。嬉しい。エンドライス。できます。絶対うまいね、これは。優勝した？はい、優勝。はい、ライスいって、優勝。優勝？優勝。信州牛ですよ。プレミアム。やばい。ソースも。表面パリパリに焼いて中で最高。うますぎ。はい、ということで、ディナーしてきまして、で、お風呂いただいて、今からちょっとだけ部屋で、飲もうかなと思っております。で、明日は、朝食いただいて、で、軽くランチかカフェして、で、お互い、カップケーキちゃんは東京に、私は、石川に戻るだけの、日なので、動画は、これで終了しようかなと思います。いかがだったでしょうか。今回の長野キャンプから、ペンション宿泊ということで、かなりね、楽しい時間になりました。最高でございました。ゆっくりできました。ということで今回はこんな感じで、動画終わりたいと思います。今、カップケーキちゃんがちょっとお風呂に行ってるので、帰ってきたら、1、2杯飲んで、早めに今日は寝たいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。次の動画でまた会いましょう。それでは、バイバーイ。プシュー。お疲れ様。お疲れ。お疲れ。いただきます。うまっ。なんかさ、はい。マサル、明日着る T シャツあれ。そうだよ。何？ 2 枚かけてんの？ 2 枚？うん、俺のじゃない。何？なんでに、2枚かかってたっけ？かかってないよ。よいしょ。おおおおおおやば。立派なややば。これ俺が高円寺で迷ってたやつ。3年記念のプレゼント。俺は何もプレゼントないわよ。ごめんなさい。いただいちゃった。どう？ちょっとそれも働いてたわけじゃない。それは違ってたよね。これも違ってたやつ。めっちゃかっこよくない？これ超かっこいい。明日行くかな。それは高円寺のセーラーズさん？セーラーズさんに。これタクヤから買ったの？そうです。やば。やばって言ってたタクヤ。タクちゃんに連絡してまだあるって言って。うん。セーラーズの匂いするもんだって。やば、めっちゃ嬉しい。だから急にカメラ回しました。あれサプライズだ。俺人からもらったプレゼントって今までで一番嬉しいんだよ。これが？うん、これが。マジで。誕生日もお祝いさせてくれないからね。そう。まあ3年ということで。うわ、めっちゃ嬉しいこれ。やば。めっちゃ嬉しい感じ。今までで一番嬉しい。ありがとうございます。はい。これからも末永くよろしくお願いします。V。